模試で試していこう午後の部スピードアップ術皆さんこんにちはレックス専攻師の根本ですここでは皆さんどんな方でも悩むこと午後の問題どうやって時間内で終わらせるかそのえいろんな技を今から説明していこうと思いますではもうそもそもどんな時間配分が要求されるか から見ていきましょう5号、えー、の部3つの単元があります卓一期日不動産期日商業本当の理想は卓一を1時間で仕上げて期日を両方1時間ずつかけるこれが理想ですですが現実は多分卓一80分は持ってかれると思います90分はきついでも80は持ってかれると思います すると期日両方しか残りませんですが多分ね普通はね2なんですね。不動産ではまって60分持ってかれてで商業の方が40分しかなく時間切れで終わりもしくはそれが分かっているから商業で稼,ぐだ稼ごうと思って60分しっかり作っちゃって。 不動産時間がなくて土地で終わりおそらくこんな状況になってしまうんじゃないでしょうかじゃあじゃあ1問あたり何分ほどかけられるのか 80÷351 問2分2.3分。 秒数、え、これを一足にすると、五で割ると、零点四六分。二十七秒なんです。二十七秒しかないんです。と思いきや、二十七秒あるんです。 ここまで二十七秒です。どうです。秒っていう数字見ると短く見えますけど。実際二十七秒測ると。そこそこ時間。あるんですよ。二十七秒しかないと考えるか、二十七秒もあると考えるか。これは考え方次第です。ぜひ一回自分でも。二十七秒測ってみてください。では。 どんなふうに問題を解くのかという解き方二つやり方があります前足検討というやり方と軸足検討というやり方ですで、今回まずは前足検討から説明していきます例えば誤っている組み合わせを探せという問題としますで、問題文を見ていくときにやる作業はあを読む分かったら丸×をつけるいを読む パッと分かんなければ検討しないここですパッと読んで分かんなければ頭を使わない「う」「え」「パッと読んで分かんなければ検討しない」「お」「これは知ってる確実にだと×だ」とここまでバッと見ちゃうんです。で誤っているもの,の組み合わせなんだからえこれは「お」が誤りですから五群からいくと「 二と五しかありえません。で二番の方、えっとあは丸なんですから、これで五群からいけば五番が答えだということが判明します。このようにやるのが全足検討です。ちょっとこれをもう少し抽象化して説明します。足のあを読みて知っているかどうかを判断する。知っていれば足に丸バツをつける。 そして次がポイントですこれができるかどうかです知らないときにこれはどうなんだろう俺の法的思考力を使えばこうなるはずだこれをやっちゃいけないんですこれを全足でやったら終わるわけないんですよ知らなければ何も考えずにスルーする ここれが重要なとこです午前はこれ無理です午もともと思考することが要求されますから一方午後っていうのは考えだって無駄なんですよ。それよりも知ってる足かどうかだけざっと見ちゃう方がいいんです。ってことで思考せずにどんどん次に行っちゃうんです。 で、その後です。全足読んで組み合わせを見つけて、組み合わせが出れば終わり。出なかった時に判断しなかった足について試行するんです。つまりこういうことね。よいしょ。この部分で、今回これで、あと、おだけ分かって答えが出たからもういいんですよ。でもしこれで答えが出なかった時に、い、う、え、 ここについて思考していくんです。これが前足検討というやり方です。メリットとデメリットを説明します。まずメリット。これは大きいです。あの、特に、結構、あの、焦ってしまって、突拍子もない回答を出す、出しがちの方。後から見たらね。嘘だろ、なんで俺こんな間違ったのと。 ということをしがちの方。これはね、やっぱ全部見た方がいいです。そうするとね、組み合わせが出なかったときに、あれ、俺なんかやらかしてるなと。っていうのが分かるんです。一方、デメリットもあります。それはもちろんです。全足、検討しないとしても読むんだから、時間食われるんですね。で、なおかつ、 どうしても考えちゃう人がこれやっちゃうとやっぱりドツボるだけです考えないっていうふうに割り切りがつけられない人はかなり危険なやり方ですじゃあ次は軸足検討というやり方に行きます例えば誤っているものを選べとなっていてもしあが誤っているということが分かった場合こう5群から見ればあが入っているのが 二つしかないんですよ。ってことで。この後もういとうしか検討しないんです。ちなみに、これでもし。あが誤ってると判断できなかった。この場合は次にいを見ていく。でいが分かんなくてもいを検討する。でいが誤ってるって分かったら。今度は。語群でいが入っている。 1>, 1と3を見て「あ」と「え」しか検討しなくするこんなふうにやるんですねじゃあこれ「抽象化していきますあ」を読んで知っているかどうかを判断する知っていれば足に丸バツをつける知らなければ正しいかどうかを試行するそして「 丸抜の判断ができて軸足になるものが見つかればあとは五群だけを見て検討する足を厳選する逆にもし丸抜の判断ができたけど正しいものが見つからないという場合足のい以降を検討することになります誤正しいものを選べ正しいものを選べて正しいが見つからなかった場合は E 以降をまた検討することになります正しいものが見つかるまでこの作業をずっとやっていきます軸足検討メリットは結構ありますやっぱり読む足が少なくなることです極論言えば二足で型がつく場合がありますあが分かって E と U の検討になるで E の方で確実に分かったから答えが出る 短縮ができますあともう一個正しいものののをを選選べべ誤っていいるもも取り違がままず起きせんう初めから「誤っているものを選べ」ってところから「誤りないか誤りないか」っていうふうにね初めからそう探しますのでまずこう後から見たら「なんだよこれ正しいものを組み合わせ探すのかよ逆やっちゃった」と。ってことはまあ起きにくいです。もちろんデメリットもすごいです。 一つは慣れるまで時間がかかるということまあ慣れてしまえばそこまでなんですけどもう一個は軸足をミスったら帰ってこれないっていうことです誤っているものを選べで、あが誤っていると分かった場合さっき言ったように意図しか検討しなくなるんですが あが正しかったらどうなりますもうこれ絶対答えにいけないんですよ。あの一方これ前足検討している場合はこれ最後にね組み合わせがおかしいなってことであ、これが軸足検討のまあ最大の弱点です。ってことでちょっとまとめていきますと。 早く,くたため危険性を減らしたいどっちを選ぶべきかスピードだけ考えるんだったらやっぱ軸足検討の方が確実に早いでしょうね。2足3足終わりですから一方危険性を減らすためにはこれは全足検討です。はい。 じゃあ結局どっちがいいんだとという話になります私のおすすめは使い分けです前足剣刀という武器軸足剣刀という武器両方とも準備をしておくんです両方とも準備しておいて使い分けるんです 具体的にどう使い分けるか縦に見ていきますとマイナー科目はできるだけ前足検討してくださいマイナー科目理由がありますまずマイナー科目文章が短いんです事例問題が少ない文章が短いそしてもう一つメリットが 思考ができないんです知ってるか知らないかだけですよもともとマイナー科目そこまで勉強時間かけてません理解はあまりしてないはずです言い過ぎますけどねするとわからないものを見たときにねどうなるんだろうなんていうことが考えられないんですよこれは書面か口頭か知るかと知らない人はねそんなのも考えて無駄なんですねなのでこれ全足検討にしたって1足十七秒いけます絶対いけます 次に不動産の択一これは軸足がいいと思うんですというのがやはり文章が長いまた事例問題が多いこういうことを考えれば軸足検討の方がいいと思います、まあ、ただあの文章が短い系だったら前足検討で安全策を狙った方がいいと思います問題ごとにね、あこれいけるな いややこれやだな長いからやめとこうというふうに使い分けでもいいと思うんですね。で最後は商業登記。商業登記に関してはもうこれは残り時間で決めればいいと思います。残り時間を見ながらえこちらねえありそうだったら軸足なありそうだったら前足だしなさそうだったら軸足となります、まあ。ほとんどの方は軸足を選ぶかもしれませんが前足検討を結構進めますよ。 だって商業って最後1行で分かること結構多いから最後1行にね「通知をしたことを称する書面の添付を要する」って書いてあればあと上見なくたって罰ですよそんなもんないんだから商業って実は出し方が大体決まっているので典型的な論点を知っているだけでパンと切れることが多いんですね。なので ちょっとね怖がらずに全圧検討できるだけしてほしいなって思います。でも商業って事例も少ないですから文章は長いよでも事例にしないんですね。なのでできなかないんですよ。では続いてちょっとした小手先のテクニックを説明していきます。 大抵の答えって345ってことは語群は「うええ」をせいぜい「い」「う」とか「い」「え」です。あから読むのをやめるえー、真ん中あたりから読むか下から読むかというやり方これも一つの手だと思います。次。 うわ、何これ長いあ短いのもある長い短いあ短いのから読んでいこうここで,うと絵でしょうと、ね、こういった短い文章があればそっちから読んでいくもうこれも一つの技ですよじゃあ次ですもうダメだ五群だけ見て答えを出そう問題もなんか見やしないよし えーと一番上だけど「あ」は何回るか数えよう一番い,いね一番いいあは」は2回うん「い」は「あうは」わ2回「いは」は2回「えは」は2回「おは」は2回うん全部同じ数じゃないかこれじゃ切れないぞあのそうなってます あの一つの語群について「あ」は2回「い」は2回「う」は2回「え」は2回「お」は2回と決まってますなので語群だけ見てその語群で数が多いものから選ぶというやり方は無理ですやめましょうはいでは次小手先のテクニック一問解くたんびに時計を見てください 急ごうという意識がないと時間は短縮できません一問ごと見てあ、大丈夫あ、二分以内だ二分以内だというふうに一問ごと見ないと短縮はできません急ごうという意識を持たなければ急げないんですそれでもどうしてもね卓くってはまってしまう早くしなきゃいけないけどどうしてもはまってしまうという方ぜひ 等連等で模試に入る前に等連等で練習してほしいことがあります期日から先やってほしいんです期日を先にやってその後卓一解いてくださいそうするとね卓一の時間が多分残んないんですよっていうことは時間がないから頑張って早く解こうってなるんです そうするとね思考なんんかしてませんよあこうだこうだってバンバンと切っちゃうんですそういうことをやることによって早く解くってことはどういう作業かってことを実践で学ぶのも一つの手ですではこれが現場での小手先のテクニックですちょっとまとめましょう小手先のテクニック足の位置から読まない 短い文章から検討する1問2分ないかを毎回チェックする記事しといてから蓄一といて強制的にその体を作ってみるこれが小手先のテクニックですでは次に普段の学習でどういうことをしておけばいいかということにいきたいと思います結局まあ ここにも書きましたが午前はある程度の思考力です午後はパーンと出せる瞬発力です瞬発的に判断できる力がいるんですよで瞬発的に判断できるって具体的にどういうことわかるものはあこれは丸だこれはバツだというふうに瞬時に言えるもちろんその通りです ですがこれ以上に重要な能力があります分からないものは分かんないと瞬時に言えることです。午前と違って午後は自分がどう考えたって先例の結論はこうですとかこうなってますけど役所の論理でこうですってことは 多くあります無理なものは無理なんですですから考えちゃダメなんですよあ、これやったことないなで、俺の法的思考力考えればこうなるじゃないやったことない、はいお手上げ、次行きましょうとこれをどんだけ早くいけるかですえ、特に初受験の方はこの技は多く使いますよ 知ってる知識量が少ないから、また合格レベル相当高いレベルまで行ってる方もぜひやってほしいんです。合格判定が一回出るもしくはそれに近いものが出た方はね、あ、俺が知らないってことは多分みんな知らないなっていうふうに切っちゃうんですよ。ぜひこれはこれで模試に入る前に当連で練習してってください。 じゃあ結局じゃあそんな能力をつけるには何すりゃいいんだともう単純です午前は別ですが午後は過去問足のスピードを上げることもうここに尽きるんですよ午前は過去問の繰り返しそこまで多くないとしても午後はやはり過去問の繰り返しが多くあります なので、過まわしだったらパンと出せる。もうここに尽きるんですね。考えて出せる。甘すぎるんです。見た瞬間できるようにするんです。じゃあそのためにどうすりゃいいんだと。単純です。何回やればいいんですかと。じゃ何回も言ってください。回数多くやってる人間は勝てないんですよ。じゃあ回数増やすためにはどうすりゃいいんだって言ったら 一日の演習量を増やすしかないんです。じゃあ、一日の演習量でどれぐらいかと。って言ったら。百足ありません。百問です。土曜日曜であれば。これぐらいいきましょうよ。平日であれば。それは五十問とか。になってもしょうがないかもしれません。ですが。これできる日は一日百問はいきましょう。 できるかって言ったらできます自分の初学者初級用の講座の方はこれできてます受かってる方はその時に言ってる言葉があります正解足の解説は何があっても読まないことですあの問題を解くのに2分で解説読むのに13分かかってる何をやってんのそれあの解説読んだ方が しっかり理解できるとか、もしくはね、自分が考えたことと違うような答えだったら嫌だって思うかもしれない。だから読んでるかもしれないけど、それは直前期の勉強じゃないよ。もうそれは年内からやるべきことだったんです。もうこのタイミングまで来たらね、自分が考えて当たってれば、大抵その通りなんです。十足あって、自分が違ったと、違う、自分の違う理由なんてあっても一二足です。 その一二足のためだけに。十分無駄にしたいですか。もちろん間違えた足は読むしかありませんよ。でも、合ってる足まで読んだらね。終わりません。ぜひ、この部分。合ってたら読まない。ここを強く意識してください。 理想的な姿を説明します。それは問題の初めの数行数文字を読んだ時点で過去問と判断して丸バツをつけることです。マイナーならできますよ。そこになんか絵があります。こうイメージは百人一種です。 妻名義のあ婚姻中にされた妻名義もう婚印で決まりです。共託できるです。婚姻中で妻名義とあったら過去問は一個しかありません。共託できるっていう過去問しかないんです。まあこれかなり極論なんですけど、本当に数行の時にああの過去問かなっていうふうにピンとくるこの状況にするのが理想的です。マイナーであればこれは可能です。 では次暗記して即答できる知識量を増やすそのために必要なことっていうのは図表になっている知識というのを理解するではありませんそれじゃ甘いんです隠して言える状態にしなきゃいけないんです具体的に言うとよいしょ 例えばこんな表があった時にね一個一個これはこういう理由で丸こういう理由で丸なんだなっていうことのメモを追いかけるそのメモを追いかけるだけではいつまでたっても瞬発力なんかつきません。こういう部分を隠しちゃうんです。丸のところを隠してしまってそれで丸か×かというのを判断していく。 隠して宣言するっていう作業ですこれをやっているかどうかで瞬発的に出るか出ないかは変わってきますもう一回いきますよ丸ツについて一個一個メモを読んでいくそれじゃあ知識がねまあ定着って方向はいいかもしれないけどポーンと出てくって方向にはいかない隠して宣言するっていう作業これがいるんです とということで普段の学習でできることをまとめていきます。過去問足の判断スピードを上げるということと暗記して即答できる知識を増やす暗記作業をするっていうことです。以上が択一についてのスピードアップ術になります続いては均一式に行きます。 式っててのステップからでできてると思うんです。情報を集めるステップなすべき投機を決めるステップそれを書くステップですで残念ながら情報を集めるステップというのはある程度の効率化はできるけど早める方法っていうのはあまりありません逆にここを下手に省略するとどつぼりますなんで2と3 ここを早める意識の方がいいと思うんです情報収集にはむしろちゃんと時間をかけるべきですじゃあなぜ時間かかってしまってどうすべきかにいきましょう。なんでなすべき投機の欠点に時間かかるか判断に迷いがあるからです。 あれ前提いいいるのかないらないのかかななならあれこれどっちだっけなこういった迷いがあるから時間が取られちゃうんですよ。でこの迷いが起きるかどうかはもう普段の演習で見つけていくしかないんです。普段の演習をしながら思い出せなかったという判断はもちろん許されない。それじゃ足りない次 時間がかかるけど思い出したとこれも実はダメなんです時間かかっちゃってるんですそういった知識もちゃんと復習するちゃんと自分の脳裏に焼き付くように時間をかけるそして答錬受けるときにもう一個注目してほしいことがあります出てきた瞬間固まっちゃう論点ありません 名変ってきた瞬間「あ」とかね「うわ二2人以上死んじゃったこれこんなやったのよだなと」とこのようにもう出てきた瞬間嫌だって論点があるこの状況もまずいんですじゃあんで固まっちゃうのかマニュアル化してないんですよ自分の動きを。やり方をマニュアルにしないんです。 不当法の場合、解き方の手順が場当たり的になっている。二人死んだ、ああ、どうなんだっけな。いもうこういうふうにやってみよう。そうじゃだめなんです。二人以上死んだ、家系図を作ってみる。もしくは物件への流れを図にしてみる。図にしてみれば、あ、真ん中二人だ。あ、これ一発じゃ登記できないぞ。普通に、何があったら、こういう手順でやっていくってことを決めてないんですね。 また消灯法これもほぼ同じですが解き方を一定にしてない特に役員変更や募集株式発行ですこれが来たらこうやるってことを決めてないんですよ商業登記に関してですができるだけねあの同じ問題を繰り返してほしいんですあのできる限りねあのいい問題あの難しめのいい問題を、ね、繰り返してほしいんです落ちが分かっててもいいんですよ 商業登記ってあのお仕事の同じなので何回も何回も同じことをやればやり方がどん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 速くなってきます。あこれ見たら次これやるんだなでこれ見たら次2週間チェックだなとで2週間で OK であればこちらいいけど OK じゃなければ同意しようって書くんだよな。このようにえ同じ作業を何回も何回もやって作業の効率を上げてってほしいんです。 でこれが決定のところのアドバイスです次は表現です表現で当連受けてピックアップしてほしいものがあります特に不当法はあどうだっけなあ合格んだっけなっていう風に書き出すに時間がかかったもの商業登記あれ資格喪失だっけ 退任だっけこんなふうに迷ったものこういったものはピックアップするで答えをコピーしてちょっとした時間があれば持ち歩くでは最後に情報収集のところ手は抜けないんだけどちょっとしたアドバイスを。 東方先に別紙を読んじゃうんですよ。別紙と事実関係があって事実関係をを見ながら別紙を読むそれで混乱しがちの方はね先に別紙だけザーっと読んでしまって大枠をつかんでから事実関係を読む。特にこれ事実関係が聴取記録の場合誰々さんから話を聞きましたっていうパターンの場合その場合なんかは特にね あのね、誰々さんから話を聞くってのは余計ねががだから別紙をざっと見てしまってざっくり問題文の流れを追っかけてしまってから読む脳がスムーズに入ることもありますただ逆にそれを使うことによってむしろハマる場合もあるんですどっちがいいんですかって言われてもこれも問題ごと違うし絶対こっちだったらうまくいくっていう保証はないです 次、消灯法、これは絶対です。二件以上登記申請の依頼がある。まあ大抵そういう問題ですよね。この場合ね、あの全部の情報を見てから判断するのはもったいないんですよ。二件目の情報は、二件目から読めないんです。言ってしまうとね、一件目の情報だけ見て、もう一件目を全部書きましょう。絶対ないのはね、あの二件目でもらった書類を見ないと、一件目が解けない。 二件目でもらった書類を見ないと一件目が解けない。それ絶対無理。こ <laughs> れ論理的におかしいでしょ <laughs> あの、司法書士は二件目でもらうような書類を改,改め想像し、一件目を処理したと。おかしいよ。なので、これね、こうなると問題文って、結構ね、いきなり全部じゃなくて。半分とは言わないけどね。三分の二ぐらい読んでも、すぐ回答いけるんですよ。 3を書いていきます時間がないぞとどうしよう緊急避難の技をいくつかご紹介します1つ目答案構成用紙そこに書き込むのはやめましょう権利変動がどうなったかは等規模に書いていってほしいんです特に答案構成用紙やりすぎている方は1回やってみてください あの答案構成用紙は作れば作るほど安定につながりますですが作んなくても失点はは出出てもも答えは出せることも多いんですまた答案構成用紙は作れば作るほど事案分析はしっかりできるから納得しやすいんですですが納得よりも点数ですよ実はこちら起案を作らなくても失点覚悟だったらある程度 解けるんです嘘だと思うんだったらやってみてほしいんですやってみた時にねあのね完璧な答案は作りづらいよでもねある程度部分点は取れる答案は作れるんです時間がなければそういうことができるように準備をしてほしいんです次商業登記不動産の違って 全部を判断してから書くのではなくもう一件一件できると分かったら書いちゃいましょう1号議案ができると分かったら1号議案について自由登記すべき事項添付書類書いちゃうんですでその後二2号議案3号議案といくんですす日付順通り判断すればミスは起きづらいです不動産はこれできません 不動産は申請書の枚数とと順番が重要ででですすだから全部見ないとできないいきんですよまた不動産には訴求項というのがあるので後から毎日付に戻るってこともあるわけです商業は基本的に1枚に全部書きますよねまあ2件申請あれば別だけどね申請書を何枚もってことはなんない名変だったら用紙が変わるってこともないまた訴求項ってこともない ってことでやれちゃうんですよまたこちら役員図を作らないくてもねあの役員になったら役員図役員の、ね、欄に書いていくやめたら消す大抵できますよこれ。で権利義務だったらこいつ権利義務中だって書いてくるんです あのね、怖い論点が2つあるんですこれやるとあの1つが印鑑証明でもう一個は取締役の出席人数の判断この2つは怖いただね印鑑証明ってまた役員の出席人数はこれ問題文見ながらやばい時って分かるんです彼と彼が出席したって書いてあればあこれ危ないぞ 役員全員が出席しああ大丈夫だろうと。なんでそう考えるとほとんどの問題って役員全員出席だから実はね役員図書く効能今印鑑証明ぐらいなんですよ得られるメリットが印鑑証明失うデメリットはどれぐらいぜひ役員図書かずにやってみてください。 また自由です商業って向こうえっと15ぐらい登記すべきような案件があったら15個あったとしたら無効う自由って8個ぐらいあるいやないよねあっても1個2個じゃないですか大抵できるなんですよ基本書くなんです特にね 無効銃が1個、もう2個も来たのも確実、もう1個もしくは2個見つけたらもうあとは適法推定だと、もう大丈夫だって考えて書いちゃうんですね。はい、で他にもいろんなねまあ技もあると思います。えー、実は私自身こういった開放手順自体を講座でやっております。 答案構成用紙をほぼ使わないというやり方ですやり方はもちろんのこと、えー、記述のテクニックなども説明したりしますまた簡単な問題でスピードアップさせるそんなことはやってません公開模試、えー、直前答練そういった難しめのものを使っていきます難しめのものをどうやって早く解くのかって技を説明しています次記述のところ どうしても時間食ってしまう方、検討をしてみてください。以上で今回のガイダンスということになります。かなり厳しいことを言ってしまいました。ですが、直前期の勉強、直前期の解き方をしているのか、それを意識してほしいんです。ぜひ、今回のもの1個2個何か採用できるものがあれば使ってみてください。今回のこのガイダンスの方は以上です。 最後までご視聴ありがとうございました